P56 プロボスト P56 プロボスト T1XF877 号機 P56 プロボストは1950年代に A 空軍の初等練習機である。長年使用された後でターボジェットエンジン機の設計に応用された。オリン式の固定硬着装置を持つ並列複座、低翼単用の設計で A 空軍でプレンティス練習機の後継となった。 プロボストはパーシバル・プレンティスの代替の基本練習機となる英国航空省の要求仕様 T16-48 にのっ,とって設計された。英国航空省はさらに新型の高性能レシプロエンジン練習機を規定した運用要求仕様257を発行した。アームストロングシドレーチータ18エンジンを装着した。 試作初号機が1950年2月24日に初飛行を行ったが、後の試作機と量産機ではエンジンがアルビス・レオニデスに変更された。ハンドレページ HPR2 との評価試験を受け、プロボストが生産に移されることが決められ、1951年に最初の発注がなされた。461機が製造され、1956年に生産は終了した。 その後、プロボストはジェットプロボストの基礎となり、英空軍での練習機の座を引き継いだ。プロボストは1953年に英空軍に収益した。全人機、プレンティスの2倍の出力を持ち、より高い性能と運動性を有していた。1960年代初めにジェットプロボストに代替されるまで英空軍で練習機として使用され、最後の機体が1969年に、 退役するまで数機のプロボストは使用され続けた。退役した数機の機体は整備用に登録され、機体とエンジンの整備士の訓練に使用された。少なくとも5機のプロボストが民間の所有で現存している。変態を組むレシプロエンジンのプロボスト T1 と、ジェットプロボスト T5A パーシバルプロボスト T1、ワールドエンサイクロペディアオブミルタリー,イーアークラフト。ありがとうございます。